こんばんは。7月22日、金曜日、午後10時30分を回りました。4五品後の夜、第238回、今夜も30分ほど、お付き合いのほど、よろしくお願いします。先ほどまで、さっきさんと、ツイートをやっておりましたけど、現在、その、なんだ、ハイエナジーウォーター178に関するね、ことをずっと、行っているんですが、なかなかね、社会的な認知度っていうのは、まだまだないので、どのようにして認知してもらってね、その技術を使ってもらえるためにはどうすればいいのかなということをずっと考えているところです。検証、実験、それはもう当然必要なことですし、得られた結果、データをね、元にして、推論、理論を固めていくっていうことも、非常に大事なことなんで、焦る必要はないのかなと。だけど、猶予はないので、急がないといけないということもあるんで、ちょっと、なかなかね、難しいですね。先ほども博士からお電話がありまして、近いうちに新しい実験を行いますと。一応僕の方も同行していいということなんでね、ビデオ記録、映像記録をね、きちんと残しておいて、それをちょっと広めていきたいなということを考えているところです。はい。さて、今日はですね、JVC ピクシオという題を書いたんですけど、昨日ちょこっと紹介したんですね。これ。ハンディタイプも手のひらにすっぽりと収まるような、JVC、日本ビクターから1年前に発売された HD、メモリービデオカメラ、ピクシオという商品です。これ、定価では、19,000円とか18,000円とかで売られてますけど、なんと7,980円でゲットしましたということで、しかもフルハイビジョンサイズの動画が撮影できる。静止画は500万画素の静止画も撮影できるということで、今メインのビデオカメラが故障して使えないので、手軽にね、フルハイビジョンを撮れるビデオカメラとして、以前から欲しかったので、安くであったので、ゲットしました。これは側面に電源ボタンがあって、そこ1秒ぐらい長押ししておきますと、このように、ポーンと、3インチの画面なんですね。タッチパネルになっております。で、これ、ホームのボタンを押すと、このように、赤いのは、撮影しますよ。上の方にビデオのマーク、下にカメラマークがあります。そのボタンをタップすることによって、これはフルハイビジョンでの撮影ができますという状態、スタンバイ状態なんですが、真ん中に大きな赤い丸ボタンがあるんで、そこをタップすると、撮影が始まると。で、これは、サイズがあるんですね。フルハイビジョンだけじゃなくて、よいしょ。ハイビジョンの720とか、これはアイフレーム、YouTube なんかに対応している
iフレームサイズの動画、あと QHD サイズの動画にも対応してますという、結構ね、いろんなサイズの動画が撮影できます。あと静止画もホーム画面に変えて、このカメラマークね、これをタップすると、はい、こういったカメラのスタンバイ画面に変わりますんで、そこで真ん中の赤い丸いボタンをタップすると、はい、シャッターが切れましたということになります。割と手軽に使えるんで、まあ、そんなに JVC の製品なので、そう悪くはないと思います。これ再生ももちろんできるんですけど、再生のボタンを押すと、こんな感じでサムネイルが表示されるんで、自分が見たいところをポンとタップしてあげると、このように写真が現れます。あれ？こんな感じね。もう一回タップすると、いろんなメニューが出ます。画面が光って見にくいですね。はい。といった、JVC 日本ビクターのピクシオという商品です。結構安かったんで、まあ、昨日からこれ使って撮影しているんですね。なんで、安かったっていう理由が一番大きいんですけど、最近になってっていうか、新品交換をした au のスマートフォン IS04 の、ビデオ機能の調子が、まあ、不具合というわけではないんですけれど、やっぱりそのメインは当然電話なんでね、動画の方にノイズが入ってくるんですね。まあそんなに長い時間撮影しないんですけれど、音声が途切れたり、映像にノイズが入ったりという状況が出てきてるんですね。前の新品交換する前の04はそんなことがなかったんでね。もしかするとビデオに関する不具合なのかなという気がするんですね。ですんで、まあノイズが入るんであれば、ちょっと専用機の方がいいのかなと思って、このピクシオを購入したんですけどね。まあ、本当はこのスマートフォン一本で何もかもやりたいんですけど、一回ビデオ撮影中に着信が入ったんで、ビデオが止まったというのがあったんでね、やはり撮影中に着信があるとやっぱやばいですよね。やっぱり撮影専用機の方がいいのかもしれませんね。はい、ちょっと、ツイッタータイムラインと確認をしたいと思いますので。よいしょ。おい。あ、そう。04といえば、今日はですね、朝、変な状況になったんですね。朝、毎朝、8時前にメールが4通ほど来るんですけれど、いつも来るメールは受信できたんですけど、その後、9時30分から10時30分ぐらいまでね、3G 回線が繋がらないという状況が起きたんですね。おかしいなと思って、Twitter を確認したら、よその県でもユーザーさんのツイートの方で、3G 回線に繋がれませんというようなのが、ツイートが何件もあったんでね。
しかも同じ時間帯にあったもんですから、まあ、すぐさま au の157にお電話をして確認したんですが、やっぱりオペレーターはとぼけてますね。いや、そんなことは情報は上がってきておりませんと平気で言うから、いや、ツイッターで結構上がってきてるよって、何人かの方は、157に電話してるって書いてあるよ、確認してって言ったら、はい、確かに何件か、そういった通信の不具合の情報が入ってきておりますっていう風に認めたんですけれど、なんで自分の範疇でしかものを考えないのか、なんで確認しないのかっていうところで、まあ、ちょこっと怒ったんですけど、まあ、その後大規模な、通信のトラブルがあるんであったら、au のホームページの方できちんとアナウンスをしますと言われましたけど、まあ大規模な通信障害ではなかったみたいでね。というか、04にしか発生しない通信の不具合だったかもしれませんけどね。それは何とも言えません。はい、さっきさん、こんばんは。いつもご視聴、よろしくありがとうございます。そうですね。大阪大での検証結果は公表してます。先ほど、僕のブログの方で、実験結果のデータを、公表してますんで、それに関してはね、もう6月のブログにも、公表してますし、また今日も改めて公表してますんでね、まあ、それを見ていただければいいんですが、ただペーパーなんですね。ペーパー、まあ、ペーパーでも十分いいんですが、やはりその実験の過程とか、実験の条件とか、実際どのような数値が出るのかということを、やはりその多くの方に知ってもらうためには、まあ、実験そのものをね、オープン化にしないといけないんじゃないかなと思ってます。特にこのような放射線とかね、特にまあ、社会問題にもなってますしね、皆さん興味関心が高い内容ですので、やはり、その、専門的な知識を持ってない方々もいらっしゃいますんでね、目で見てわかると、一目でわかるというようなところまで持っていきたいなと思ってるんですよ。で、博士の方に交渉して、まあ、さっきもお電話があったんですけど、いいよと、じゃあ参加して、ビデオカメラ持ち込んでいいからということで、近々、検体が持ち込まれるようで、実験をしましょうということになってますんでね。その時は僕も同行して、ビデオカメラ、まあ、これを使うのか、ちゃんとしたビデオカメラを使うのか、まだ考えたいと思うんですけど、記録はしっかりと残しておこうと思っておるところです。ただ、そういった研究の積み重ねというのは非常に大事ですよね。まあ、僕の桃の発酵ドリンクも一応検証実験として行っているんですけど、昨日も動画で紹介しましたように、33日間経った桃、腐りもせず、みずみずしい形を残してるんですね。まあ、皮はもう剥がれているんですけど、中の果肉がしっかりと残っているんですよ。普通の水、水道水を33日間も入れとって、そこに桃を入れたらどうなります?もう腐ってますよね。完璧に。まあ完璧にというか、まあ対象実験はやってませんから、何とも言えませんけれど、まあ今からでも水道水での対象実験をやっても構わないんですけどね。まあ、明らかに、その、ハイエナジーウォーター178は普通の水とは違うということは、これはもう一目瞭然なんですね。それと、さっき言ったように放射性物質を無害化する実験のオープン化。それによって、確証と言いますかね。確固たることが分かれば、もっと多くの方々に認知してもらえるようになるんじゃないのかなと思うんですよね。
昨日の、ニュースゼロで、東京の江東区の高等子供を守る会、石川綾子さんかな、代表者は。その方々を中心に、若いお母さん方を中心に、独自に放射性物質を、除染する活動を、行っているんですが、そういった団体に、博士が発明した装置で作った水、ハイエナジーウォーターを提供できるよ、と博士が言っておりました。ですんでね、そういったところに水を送って実際使ってもらってね、本当に無害化するのか、という検証をやっていただければ、輪が広がっていってですね、ハイエナジーウォーターの威力、効果っていうのがわかると思うんですよね。いわゆる、科学は宗教ではありませんから、信者を増やすという言い方は適切ではありませんけれど、いわゆる仲間、ハイエナジーウォーターを使って実際に検証してみたい、やってみたいっていう仲間、サポーターといいますかね。そういった方々をどんどん増やしていって、いろんな地域での実証実験のデータを取ることによって、確固たる基盤をね、作っていけばいいんじゃないかなと思います。昨日のツイートにも結構バーッと書いたんですけど、政治的、宗教的な意図を持って科学というものが、本当のことを伝えているのかどうなのかっていうことが、もしかして、見えにくい状態にあるんではないのか。東京電力にしても一応、つながったんですね。ただ技術提供に関しては関係する部署にお伝えしますと。それ以降のことに関しては関係部署の判断に任せるということで、そこでもスーッと流れていったんだろうなということで、僕の知り合いの国会議員さんの秘書にも、そのことを伝えたんですけど、やはりスーッと言ったんでしょうね。だから、目の前で起こっていること、ものしか見てもらえない、信じてもらえないっていう方々のためにも、さっき言ったように、ビデオでもね、ビデオを使っての、実験の流れ、結果をきちっと見せると。そういったことがやっぱり必要なのかな、という気がするんですよね。なかなか難しい部分ではありますけど、地道にやっていくしかないと思います。はい、またタイムライン更新されたかな？はい、待って。宮台、専門家いません。いないんですね。いないんですよ。放射線技師とか、放射線を扱うところ、医学部とかあるんですけれど、博士が言うには、宮台には、専門家はいない。大阪大にいるということで、大阪大の教授の方に実験を依頼したわけなんですがね、大学での専門機関あたりでもう少し実験をすればいいんですけれど、なかなかね、専門家がいないということで、難しいところではございます。逆に言うと、民間レベルの研究所の方が、研究しやすいという部分でもありますけどね。全く宮台がダメっていうわけではないですよ。専門家がいないというだけの話であって、
放射性物質を測定する装置なんかは、きちんとあるかと思うんですけどね。いわゆる理解してもらえる？もらえない？っていうところ。大阪大のその教授は割とうちの博士の内容を理解していただけたので、まあ、大阪大での実験ができたっていうことで、理解者協力者をどう得るのかというところが、まあ、こういった研究ではとても大事になってくると思います。まあ、急いではいるんですけれど、あまり急ぎすぎてもいけませんし、さっき言ったように基盤固めをね、やっていかないといけない部分もありますんでね。そのためにもサポーターというか、よし、僕もその水を使って、検証実験、何かの発酵ドリンクを作ってみたい、実験してみたいという方がね、昨日お一人出てきました。出てきたというか、言い方が悪くてすいません。一人いらっしゃいました。で、その方がハイエナジーウォーター178を入手できる環境にあると。博士のことも知ってるということで、近々その水を入手して、私と同じような発酵ドリンクを作る検証実験からまずやっていきますというお話をいただいてますんでね。ちょっと頼もしいかなと思ってます。長崎大学、例の100ミリシーベルトの教授がいる大学ね。まあね、誰先生っけ？山下教授？ちょっと名前覚えてないんですけど、まあ、その教授の名誉挽回のために、まあ、こういう実験がありますよってことを、提供してもいいかもしれませんね。まあ、要するに、どこでやろうとも、さっき言ったように、協力者。もし一緒に実験しましょう。という協力者がね、いないと、できないんですね。まあ、半信半疑でもいいかと思うんですけれど、まあ、協力的な態度じゃないと、まあ、実験というのはうまくいきませんからね。そこの人間関係の構築っていうのが非常に難しい。でも、長崎大の先生は ちょっと今落ち込んでると思うんでね。名誉挽回、起死回生のためにも、ちょっとご提案してもいいのかなというところでもありますね。そう、待ったなしだから急がないといけないと思うんですよ、僕も。だけどね、あまり急ぎすぎても自分の足元がすくわれたらおしまいですからね。まあそのところを、まあ、教授も心配しているんですよね。だからちょっと今回また近々実験を行って、また実験のデータをどんどん重ねていきましょう。重ねていくことによって、もう確かにこれは間違いないと、揺るぎないということが分かれば、またバン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 も PR 宣伝をすればいいんですよね。という段階なんですね。だから今週末から来週にかけて、最新実験を行いますんで、そのデータが確固たるもの、確固たる数値、放射性物質をもう完璧に無害化することが分かれば、またどんどん宣伝、PR をしていきたいと思いますし、週刊誌に原稿を売り込んだりね、そういったことも考えてますんでね、やるしかないと思ってます。そうね、まあ、進歩で固めるっていうような意図は特にないんですけど、まあ、実験やってみたい。半信半疑でもいいと思うんですよ。やってみたい、試してみたいっていう方をね、集めれば、集めるというか、まあ、自然発生的にね、集まってくれば、特に問題ないのかなと思うんですよね。まあ、シンパで固めたら、なんだお前らはって、内輪で何やってるんだということになりますんでね。まあ、そういうところはちょっと避けたいなと
ふうに思っておるところです。まあ、エブリバディウィルカムと、誰でもやってきて、水は提供するよと、水はいっぱいあるから、水は提供するよと、あとは、自分で実証研究、実験をやってくださいと。まあ、一番身近なやつはもう、何度でも言いますように、発酵ドリンクを作るというとこですね。うん、宮台が一番近いんで、一番いいんですけどね、専門家がいないというところが、まあ、なんともしがたいところではあります。はい。ということで、まあ、今日も図書館で、時間を作って、図書館に行って、量子力学の本を漁ってました。波動についてね、やれこれ、勉強をしてきました。近々、博士が発明した10の78乗ヘルツの波動を集める装置、それに迫ることができます。ちょっとヒントはね、もらったんですけど、やっぱり天才の考えるヒントっていうのは、僕にはわかりませんというレベルでしたけどね。まあ、博士の機嫌のいい時に、一気にバーッと話を聞いて、ビデオに残して、まあ、公開できるかどうかっていうのはわかりませんけど、自分の記録として残して公開できる日に公開をしたいと思っております。はい、ということです。今日このピクシオっていうお話をするつもりが、やはりまた水のお話に行ってしまって申し訳ありません。結構ね、これ今日も使ったんですけど、手軽に1秒押せばもうすぐ動画が撮れるんで、まあ結構ね、使い勝手はいいのかな。動画の形式は MP4 なんですね。いわゆるクイックタイムの形式なんで、ちょっとね、変換しないと使えないんですね。音が悪いですね。僕のコンピューターに入ってるコーデックの問題もあると思うんですけど、MP4 から、Windows メディアビデオ形式に変換をしていますけれど、割と変換することによって音声は良くなりますんでね。やっぱり MP4 との相性が悪いんでしょうかね。ちょっと音声がダメだなぁというところではありますけど、まあ、使えないレベルではありません。YouTube の方に動画、昨日の、桃の33日目の動画もこれで撮りました。で、今日の、臨海公園でのハングライダーが飛ぶ様子とかね、海の様子もこれで撮りました。まあ、割と綺麗に撮れてるんじゃないかなと思ってますんで、また後ほど YouTube の方で動画をご覧ください。お、またタイムラインが更新されました。ちょっと待ってくださいね。はい。プレアデス星人かどうかはわかりませんけど、私はオリオンかなと思ったんですね。あ、一緒か。オリオン座の中の三つ星ってあるでしょ？あの三つ星の、どっちがあったかな？三つ星がポンポンポンってありますよね。そのそばにある、あ、アンドロメダ星雲か。アンドロメダ星雲がその中にあったのかな？オリオンと関係があるのかなと思ってるんですけどね。まあちょっと そこまではまだ確認してないんですけど、博士は自分でね、私は宇宙人ですと言ったことを公言してますし、僕の知り合いも
大谷君、あの人はと変わってるからね、自分で宇宙人と言ってるから、あまり会わない方がいいよって言われてるんですけれど、いや、普通のおっちゃんですわ。この前たまたま博士の家に行って、こんにちは、と、家に行ったら、パンツ一丁で、お、君かって言われたんですけど、普通のおっちゃんです。宇宙人には見えません。まあ、優しい方で、まあ人間的にも良い方ですね。特に宇宙人らしい変な癖があるとか、尻尾があるとか、角があるとか、そういうことは全くないんでね。H264 なんですけれど、これ安物なんで、音声がね、モノラル AAA2 というやつなんですよ。音声がね、画像がいいんですけど、音声だけ悪いんですよ。ですんで、画像は H264 の MP4 です。なんか問題ないです。お、また。オリオン座関係ないですか？まあ、どこの星座か僕にもわかりません。まあ、博士は地球人なんで、宇宙人的な見方でものを見てるというだけのことかな、というところですかね。ほら、なんだ、爬虫類人型宇宙人というのが、結構出てくるんですよね。山口敏太郎先生って、僕のフォロワーさんにいらっしゃるんですけど、そういったね、宇宙人とか UFO とか、あと妖怪とか、そういったものを扱ってる先生なんですけど、その先生の言うところには、今の地球の指導者は、皆さん、爬虫類人であると。人間の皮をかぶった爬虫類人が今の地球を支配していると。レプリカント？なんか名前ありますよね。爬虫類人表す言葉が。目がギョロッと大きいやつ。昔、V という映画が、アメリカの SF ドラマがあったんですけど、V というやつが、宇宙から来た宇宙人が爬虫類人で、その爬虫類人が、まあ、地球を侵略するというようなドラマがあったんですけど、まあ、そういったドラマを作るとかすると、やはり爬虫類人っているのかなという気はするんですけどね。プレアデッセイ人と、あと、どこだったっけ？オリゴンじゃなくて。あ、出てこない。何か出てくるんですよね。まあ、夢は広がるんで、まあ、本当に宇宙人がいたら会いたいな、という気はしますけどね。ああ、そうなんだ。10の78乗でググると、プレアデッセイ人か。なるほど。これ面白いんで、後で確認してみたいと思います。へえ。プレアデス、そういうことかな、ほんなら、博士が言ったのは。ヒントっていうのは。この前、僕に言ったヒントっていうのは、宮崎県で例えれば、3つのアンテナが必要になるっていうんですね。宮崎県で言えば、で、ワニツカ山の送信所。あと、MRT のアンテナと NHK のアンテナ。その3つのアンテナが揃えば、この10の78乗の宇宙から来る波動エネルギーを集めることができると。その今言った3つのアンテナは例えなんで、どこにそういったアンテナがあるかはわかりませんけど、その3つのアンテナの作用によって、10の78乗ヘルツの波動を集めることができると。地球とプレアデスと、あと一箇所、何か関係があるんでしょうかね。まあ、それは今後、詳しく聞いてみたいし、今度、博士は、プレアデス星人ですか？と聞いています。
マジに。いや、僕は違うよって言うかもしれませんけど、聞いてみたいと思います。真面目に。そう、V ってありましたよね。クワって皮をビッと吐いたら、目の大きい、舌がピロピロと長い、爬虫類人の映画がね、ドラマがね。ですんで、もしかすると、そういった爬虫類人というのが、日本、地球に来ていて、生活しているっていうことも、ないよな。あるのかな。はい。そういった、空想の話は。ああ、すがるか。ですね。ああ、そうかそうか。僕バカでした。これ関係あるんですかね？これはですか？後でちょっと確認を調べてみたいと思います。はい。ということで、今日はピクシオのお話と、また、10の78乗ヘルツの話題、2つのお話をしました。プレアデス星団、プレアデス人については、もっともっと詳しくというか、インターネットに出てくる情報しかないのでね、真相は博士に直接お聞きしてみたいと思います。大谷君、実はね、って、この顔をグッと吐いて、ゲーっていうような宇宙人が出てこないように、それだけ気をつけましょう。はい。ということで、もう11時を6分回りました。はい。今夜の4語頻語な夜第238回、そろそろ、終わりにしたいと思います。またお時間がございましたら、明日土曜日も、放送しますので、どうぞご視聴のほどよろしくお願いします。それじゃ、おやすみなさい。失礼します。